はい、えっ、ー、と、このビデオは、えっ、ー、と、第 TTC の第5週ですね。第5週は JF スタンダードについてお話をしています。で、その3つ目のこのビデオでは、CanDo、えー、というものについてお話をしてみたいと思います。<laughs> えっと、この CanDo っていうのは、CanDo、え、Statement、ー、とも言いますね。で、日本語では能力記述文ということもできます。えー、で、JF スタンダードでは CanDo、えー、がたくさんありまして、 この活動キャンドゥとか、能力キャンドゥテキストキャンドゥー、方略キャンドゥなどがあります。えー、しかし、このコースでは、まあ、あの、30時間しかないので、この活動キャンドゥを中心に説明したいと思います。このキャ,ツあ活動キャンドゥの中にも3種類あって、うん、一つは、算出ですね。これは、ものを書いたり、えー、言葉で話したりするのが算出です。えー、それから、需要ですね。需要は、 えー、日本語の文字を読んだり、えー、それから耳で、えー、言葉を聞いたりする。これが重要ですね。えー、そして、やりとりというのもあります。やりとりは、二人の人がお互いに話し合ったり、あるいは、あの、ワッツ、ワツアップとか、ラ、えー、LINE とかですね。そういうもので、二、えー、人で、あの、同時に話をしながら何かを決めていくような、えー、そういうのが、つまりインタラクティブなアクティビティですね。 これをやりとりと言っています。<laughs> はい。えー、で、あの、活動キャンディーのね、ちょっと量えっ、ー、と、例を一つご紹介したいんですけど。えっ、ー、と、ま、い,いや。<laughs> はい。あの、自分の国について学ぶ集まりで、あらかじめ準備してあれば、自分の国や町の様子などについて、 まとまりのある簡単なプレゼンテーションをすることができる。はい。え、これがそのキャンドゥーの、あの、よくある例ですね。で、えこのキャンドゥーにはですね、実は4つのカテゴリーっていうか4つの要素があります。で、最初の一番上の自分の国について学ぶ集まりでっていうのがありますね。これは話題とか場面と言われています。そしてあらかじめ準備してあればっていうのは条件ですね、条件。 そして自分の国や街の様子などについてっていうのは対象です。まあこれは内容と言ってもいいですね。何を話すか、何を読むか、そういう内容です。えー、そして最後の、えー、まとまりのある簡単なプレゼンテーションをするっていうのが行動ですね、行動。ですからこの4つが、えー、まあ必ずではないですけど、普通はこの CanDo の中にはこの4つが書いてあります、えー。そして最後はこのできるっていう言葉で終わっていますね。 で、はい。で、その活動キャンドゥとっていうのは要するに行動のことです。行動中心アプローチって行動ってありますよね。はい。この JF スタンダードでは行動中心アプローチですけど、それは行動ができることが、えー、授業の目的になっています。で、その行動を書いたのがこのキャンドゥなわけですね。はい。で、あの、えっ、ー、と、行動中心アプローチではない、 え文系シラバスですね。みんなの日本語とか。そういう時には、この文系というのがとても大事ですよね。はい。あの、第1課の文系、第2課の文系とやって、そしてシラバスを作っていきます。えー、行動中心アプローチ。この、あの、えー、JF スタンダードでは、これ、あの、文系シラバスで、第1課の文系、第2課の文系というのと同じように、第1課のキャンドゥ第2課のキャンドゥというふうに、えー、 行動中心アプローチの教科書では、こうやってシラバスを作るわけですね。そしてテストも筆記テストではなくて、c a n d o が実際にできるかどうかをテストします。これさっきも見せましたけど、最初に行動で目標を作って、授業で言語を教えて、最後の行動、テストも行動でするっていうことですね。はい。それでは次のビデオでは、この c a n d o にはですね、JF スタンダードの c a n d ゥ o には6つのレベルがあります。 その6つのレベルについて次のビデオでお話ししたいと思います。はい、フィルム連携。